台湾の優れた製品、台湾エクセレンスを世界に広めるため、経済部国際貿易局と中華民国対外貿易発展協会は今年、大学生に向けたショートフィルムコンテストを開催し、19日には授賞式が行われました。1位に輝いた動画は、台北市の特命財経科技大学の学生たちによる60秒のラップソングです。比较正式的推广影片呢，就是比较刻板，比较枯燥乏味。那透过这种比较嘻哈，ラップを披露した張雲海さんは、1分間でたくさんのものを紹介するのが難しい。すぐ視聴者の目を引くのが大事。ラップなら比較的に楽しい。音楽を通して伝えたいことを伝えるのがコツと説明しました。台湾エクセレンスショートフィルムコンテストには合計70点の応募があります。主催側とネットユーザーの投票とプロの映画監督による審査を通して7点の受賞作が決定されました。ネットのインフルエンサーを真似して台湾語で台湾エクセレンス製品を持ち込もうとする参加者もいます。中華民国対外貿易発展協会の楊明水秘書長は、商界人士、社会人士为主。台湾エクセレンスは今までビジネスマンや社会人を対象としていたが、これらのショートフィルム、学生たちと学校を通して宣伝すれば、台湾エクセレンスはもっと皆さんに知ってもらうことができるだろうと話しました。同協会によりますと、これらの受賞フィルムは台湾エクセレンスの Facebook ファンページ、オフィシャルサイト、そして国内外のプロモーションイベントで流されます。台湾のイノベーションを世界に見せるということです。